第18回配信を始めますタイトルは「世はいかにして国家国家とうるさく言うようになりしか」その1ですえっと私が中世国家を考えるようになった直接のきっかけは2013年のネットでのプチートラブルです、えーまあ、古い話なんですがその当時書いたですね、えー 自分の投稿を読み直してみると、まあ、非常に素朴なあ考え方でありながらやはりあの今現在に至るまでのです、ね、思考の発端の部分をですね、えー、振り返るには結構いいこともそれなりに ているので、えー、まぁ、あ、ちょっとあの、えー、振り返ってみたいと思いますえっ、ー、と問題は丸島和弘氏の戦国大名の外交講談差し高段差戦勝滅地へ、えー、2013年に出たものですが、うん この本についてですね、えー、当時掲示板で、えーえー、私と筆綾丸さんというまあ筆名ですけれども筆綾丸さんがちょっとやり取りをしてですね、えー、それで私が、まあ、書評をめいたことをちらっと書いたらですねちょっと丸島市の方からいろいろ言われてしまったというような経緯なんですね。 まあしょうもない話なんですけども書いてある内容自体はそんなに変なことでもないので、えー、振り返ってみますまず、えー、丸島市の戦国大名の外交ですけれども講談社聖書メ地への、まあ、宣伝文句によればですね戦国大名たちは合戦だけをしていたわけではない。 馬牧や軍事同盟、領土交渉という外交を活発に行って、えー、戦国時代を生き抜かんとしていた、武田信玄、今川義元、北条氏康による名高い、甲春草三国同盟の成立の舞台裏をはじめ、えー、文書と交渉者取り継ぎが飛び交う。 外交の現場を生々しく描き出す最新の戦国記研究の成果がここにあるとありますいまだにですねこのなんとか三国同盟っていうのがちきっと読めない程度に私の戦国時代に関する知識っていうのはものすごく乏しいわけですねそしてですね 最初に話題にされたのは筆山さんの方なんですが私はやっぱりその外交って言葉はちょにちょっと抵抗があったんですね、えー、私は戦国時代には全く疎くてついていけないんですがあ丸島氏のように戦国大名を一つの国家と認識するとしてもその国家間の外交は同一の 言語と文化を共有する人々の間の交渉ですから、異質な文化観に見られるような緊張はなく、外交と呼ぶにはいささか貧相な印象は否めないですね、ということで、あくまで印象論、外交という表現についての印象を言ってるだけなんですよね。まあ国家と、 国家を前提とすればですね当然、その国家間の交渉は外交になるわけですけれどもそれでもおお、まあ、同一の言語と文化を共有する共有する人々の間の交渉ですからちょっと、まあ、貧し外交という分には貧相な印象は否めないと言っているだけなんですよね。 それに比べたら鎌倉時代の京都と鎌,、えー、鎌倉の間の交渉は伝統ある貴族文化と信仰の武家文化の衝突という側面,側面があり感覚的には近代国家間の外交に似ていますね。検問体制論者はこれを外交と呼ぶはずもありませんが統合国家論者の場合論理的には外交となりそうですね。実際ののはどうなっているのか これはあの自分の指摘ながらちょ,ちょっと面白いですよね。まあ、今の私は完全にあの、えー、統合国家論者になっていますので、えー、2つの国家間の交渉は外交であり、外交と呼ぶということになりますよね。それでですね。えー 戦国大名イコール国家論の妥当性ですが私はその戦国大名の外交を読み始めてですね総論の部分で引っかかってえ読みにえその後ちょっと続きが読みにくかったんですねえ少し読み上げてみますと丸島氏は戦国大名を 国家把握する理由としてですね次のように書いています。その第一の理由は戦国時代の法律、戦国法のあり方である。戦国法の制定権は戦国大名にあり、数軍から数カ国にわたる戦国大名の支配領域において一般法としての知事を占めていた。戦国大名両国の主権は戦国大名に帰属し、 え室町幕府鎌倉府をはじめとする従来の公,権力が公認してきた慣習や特権を継続してえ認めるかどうかは戦国大名の判断次第であったそのことを象徴するように戦国大名は自分の支配領域を指して国家お国という表現を使用したこれが第二の理由である戦国大名は自分自身を両国における主権者すなわち 抗議と位置づけて自身の両国両国を国支配領域と家家中家信団の複合体国家と表現したのであるそして第三に指摘しておかなければならない大きな事実がポルトガル宣教師の視点であるポルトガル宣教師は戦国大名のとレイつまり国王王と呼び ポルルトガル国王と同じ表現を用いて故障しているのであるこの点はイエズス会東インド巡査師アレッシャンドロ・バリニアーノが1583年にある人々は理解と実験を得たがそれらのものの中で最高のものは館と称せ得られる彼らは諸国の完全な領主であり日本の法律と習慣に従い 全支配権と命令権を有するから国王でありその名称に相応している日本書士要録日本重札記9ページと記している点に端的に表れている以上のような理由から筆者は戦国大名一つの地域国家と呼び他大名との交渉を地域国家の主権者による外交権の行使という意味で外交権と外交という部分であるということで まあ国家とは何かについての説明なので私としてはある程度中象度の高い議論を期待したのですが丸島氏の議論は私にもどうもすっきりと受けておりま,す取れませんとまず第1の理由は法律の制定権でありこれは私も納得できますしかし第2の理由はそのことを象徴するようにで始まっていて第1の理由と並列して並べることができるだけの 独立性を有するのか疑問でありしかも戦国大名が自分自身で国家お国と呼んだというだけ要は当事者がそういうレッテルを主観的に貼っただけという話らしいので、えー、客観的に国家をいかに位置づけるべきかという理論的な問題とはずれているように感じると。で第三のプルトガル宣教師の視点も第二と同様レッテル貼りであり これまた現代の歴史学者が国家をいかに把握すべきかという問題とはずれてるように感じるとまあちょっとですねえー、大うんそのことを象徴するようにいいかはやっぱり相当変なんですよね 自分の支配領域を指して国家を国というこれは資料用語ですよね。しかし普通使われている国家っていうのは資料での用語と離れてですねもうちょっと抽象度の高い概念として使われているはずなんですよね。 そんで、あの、そんで、これでですね、えー、自身の両国を国と家の複合体に分けると。これも資料の表現ですよね。で、国家と表現したと。そもそも日本語の場合、国家という表現の中に家が入り込んじゃってるんで、なんかあの、鮮明な、あ緻密な 議論ががしにくいところがあるんですよね国家という言葉自体にまあそういう,う制約はあるんですけれども戦国大名が自分の緑国を国と家とに呼んだと呼んだから国家,だ国家と表現したっていうのはまあかなり変な議論なわけですよね。 うーんということで私はどうも中象度の高い議論とは言えないと。で丸島氏が,が究明された個別具体的な外交交渉の経緯については鋭い指摘が多いのでしょうがそれは別に戦国大名国家戦国大名家の交渉外交と位置づけなくても説得力を,説得力を持って論争できたはずです。 と書いてあるんです。書いたんですね。うんいや実はですね現在の私は丸島氏が一体戦後大義は国家だと言って生きていいと思ってるんですよね。 これをこの本を最初に読んだ当時はですねなんか外交とか随分気取ってるなみたいな印象を率直に言って受けたわけですけれども、えー、マルシムシンの理由付けともかくとしてですね実際に戦国大名というのは特定の領域とそこ,のそこに住む住民をですね、えー、強力な統治機構でもって支配し えーまあ、外交を取り結ぶ能力もあるわけですからあー、えー、国家と言い切って全然問題ないと現在の私は考えているんですけれども、えー、この時点ではちょっとですねうん少なくともあれしましたの提出する三要件みたいなものっていうのはなんか変だなと思ってその変な、えー、印象は今でも同じですね。 まあ、丸島氏の国家論は理論として、それほど精緻ではなく、従って他の類似の現象にも適用することはこんなんではないかと思います。みたいなことを書いちゃったんで、まあこれは読めば怒るでしょうね<笑><笑>ま。ま、あ丸島氏が相当怒ったのは、あ,あ仕方ないという仕方ないですね。そういう書き方してますからね。で、国家のマトリョシカっていうのはこれは？ 私も丸島氏が戦国大名を国家と把握すること自体がおかしいと言っているわけではなく感覚的にはそれなりに理解できるけれども理由づけがきちんと整理されていないのではないかとを疑問を呈しているだけですね丸島氏が第三の理由として挙げている部分はポルトガル選人選挙資格語りきというだけではなく前提として国家の要件についての実質的な考察を含んでいるようにも見えるので 国家の実質的な要件を明確にした上で第三の理由だけで説明するのも一つの手でしょうねと例えば16世紀のポルトガル国王はこれこれの要件を満たすので当時国王と認識されていた戦国大名も同様にこれらのお全ての要件を満たすので国王と認識すべきであるといった具合ですね。 国家とは何かという根本的な問題を正面から論じるのは大変なので、えー、誰でも国家と認識しているような組織体との比較で戦国大名はもう国家でしょうと責める論法はあっさりすっきりした説明になりますねとまあいささかヨーロッパ中心主観なのではないかと懸念する向きもあるでしょうがというようなことを書いたんですね今あの思えばですね えー、まあやっぱり国家の本質がこれこれなんだとそこから国家の要件がこれこれだってというふうに導いて16世紀のポルトガル国王はこれこれの要件を満たすので、えー、国王でありポルトガルは国家であると同様に戦国大名も国王でありこれらすべての要件を満たすので、えー、国王でありその両国は国家であると。 いうことがこうそういう論法が一番すっきりした説明になるとは思うんですね。そしてですねあのおこのあと筆山筆舎丸さんのですね、えー、意見に対して、えー、丸島氏は、えー、第一の理由の、えー、前に地域国家という表現が研究者の間で用いられるようになったのは近年のことだが。 戦国大名を一つの主権的な国家日本国に対する開国家として把握する見解は1970年代には見られたというのでやっぱりこの開国家運と、うん、いう表現はちょっと気になるんですよねまあ実はですね丸島氏はあ戦国大名の外交の前にですね、えー 「戦国大名武田氏の権力構造」という本を書かれていてですね2011年にですね「戦国大名武田氏の権力構造」という本を書かれていてですね こちらではさすがにあの講談社「千書メッチえ」よりはですね割とすっきりした書き方というか少なくとも研究史誰々がこうこう言ったということは正確に書かれていて、えー、それを読むと「千書メッチえ」での丸島氏の表現がまあ分かりやすくはなるということは確かなんですね。 それであとあとの主権国家の最高独立性ですね。丸島氏が戦国大名一つの主権的な国家、日本国に対する開国家として把握するといった表現にですね、やっぱり主,うーん主権の意味を本当に分かって使っているのかと。 いいうようよなですね疑疑問はあ疑問ははを当時の私は抱いたわけですねただですね、主権概念って非常に難しいんですよね。憲法学をいや国際法の世界でもいろいろ議論があって、えー、特にあの主権概念はですね、近代に生まれてから相当変化していて、 えー、フ,フランスのボタンでしたっけ、そのあたりの主権概念と、現在の主権概念って相当違ってるんですよね、またあのそう、そうした概念の変遷が起きた歴史的な理由もしっかりあるわけで、えー、まあ、難しい話なんですね。 そしてあの基本的には憲法と国際法の世界で主権は国家の最高独立性を意味するとまあこれは間違いじゃないんですけど他にも微妙な言い方がいろいろあるわけですよね。 まあ一層のこと戦国期には上位国家の日本国はなかった最高独立性も地域国家が分離していただけとすればめちゃくちゃすっきりする話なんですがそのように言っている研究者はあまあ有名どころではいないんでしょうね。 まあこの後の議論はちょっとあれです今から思うとあんまり書いても仕方なかったかなという感じがしますそしてですね外交と通行と交通 戦国大名の外交に研究者の中には戦国大名間の外交を通行と呼ぶ人もあるが筆者はこの表現は適切ではないと考える通行という言葉には地経済交通面での交流という意味合いが強いからである戦国大名間の交渉は和睦や軍事同盟のように軍事目的を達成するために行われるものが多く通行という表現では 言葉では表現しきれない、やはり外交という言葉を用いて表現すべきであると考えるということで、まあこれは通行はいかにも変ですよね。これはまあ、丸島市の言われる方の見解の方が、まあ,あ、馴染みやすいかと思いますが、今度は逆にですね <laughs>、外交っていうと、あの、 現代ではですね、やっぱり、現代のディプロマシーは、戦争以外に貿易、経済、科学、文化、環境、人権など、非常に幅広い分野を扱ってますから、軍事限定の交渉ごとに外交という表現を使うのは、逆に古臭い感覚のようにも思えますよね。まあ、要はこの、この、好みの問題ですからね、別にいいんですけど、 こんなこと私があ掲示板で書いたわけですね。そしたらですね、えー、丸島氏から、まあ、あ筆彩丸さんもいろいろ書かれていてですね、それ全体に対して丸島氏のがツイッターでですね、いろいろご意見を書かれたわけですね。なんか筆彩丸さんに対してですね、丸島氏は あのそれなりに丁寧な言葉遣いでですね、えー、読んでくれてありがとうみたいなことを書いてたはずなんですがえー、っとツイッターをでですね結構な悪口言ってるんですよね、えー。ブロックした相手一見何通かサロン的な掲示板を作っていて、えー、僕の本もいろいろ議論してくれているんだけどほとんど創業上の空論なんだよね。 研究者は勉強していないする気がないのに研究を踏まえて議論したつもりになっているというか前々から敬遠していたんだけど嫌悪感しかないと。で別に批判されるのは嫌いだとか嫌だとかいう意味ではなくので念のためしかし一般書に論文レベルの説明を要求する発想は理解できないのです。だって書けることは限られているわけでこういう人たちがいわゆる意識高い系というやつなんだろうなぁと。 まあ俺私意識うん筆山さんはですね非常にフランス語が得意な方で、えー、フランス語以外にも語学力が極めて高い方でですねやっぱりちょっと何というかあ見る人によっては気取ってるなみたいなですねそういう文章を書かれていたので。 うんまあこんな感想もあるんですかね。その次のですねまあもう一言だけ言うとその掲示板では僕のメッチェと黒田さんの新書がや,やり玉に挙げられていますってあるんですけど別に私は。 特に黒田氏の方はですね、黒田元樹氏の方は本を読んでないので、一冊も読んでなかったんですよね。私は本当に戦国時代に全く興味がない人間で、黒田元樹さんのですね、えー、本をこの時点で一冊も読んでないんですよね。だから読んでないんだから批判のしようもないわけですが。 まあ僕も黒田さんも手札をすべて切ってはいないあそこで議論されていることの答えはもうちゃんと持っているんです。でも一冊の本にすべてを書けることはできないんですよと。で、 今日つぶやいたあサロン化したあ掲示板の人たちは鎌倉家の研究家には出入りしてますってありますけどまあ私は出ていましたけど筆山さんは出ていないわけでそもそも私は筆山さんがあのいかなる人物か全く知らないんですよね顔も見たこともないしネット上でやり取りしていただけなんですよね門前の小僧とか言われちゃってんですよね <laughs> ただその自覚がないところがある種の喜劇だと。何言ってんだとかと、ね。まあ鬼さんやとは私は思ったんですけど <laughs>。あの丸島じゃ何年生まれ ?78 年ぐらいの生まれですかね。私より18歳ぐらい下なんですかね。まあこの時点でまだ若手研究者ですよね。今は 東京都市大学でしたっけ確かそういう,う大学の教授か准教授だと思いますけれども。うん、でその後ですね彼らは一般向けに書かれた本からあー文章を引用し専門用語を理解しようとしてるそして自分が知っている専門用語を使って議論を進めようとしてるでもそれらはそれは言葉として専門用語を知ってるだけであって理解はしていない。 そのことを自覚できていないから話は延々と空転し続ける。ということなんですが、実はですね、歴史学の専門用語っていうのは、法学や、まああるいは哲学とかですね、そういう分野と比べると相当いい加減ですよね。専門用語と言ったってですね、 検問体制論でいろいろ議論しましたけど、きちんと定義をする、して議論するという習慣が、歴史学の人は実はあまりないんですよね。だから専門用語はそらそうなんだけどお、その専門用語自体をきちんと磨いていないから、外部から見るとやっぱりちょっと変な世界に見えるんですよね。率直に言って。まあ、その後、 いろいろ書かれているわけですがそして専門家というのは自分のフィールドにおいて幅広い議論を有している僕であれば大名館外交論取立議論国衆論、えー、地域国家論領域支配論などまあこういろいろ書かれているわけですが非常に狭い部屋をカーテンで区切っているような感じがしますねまあこれあの,あのツイッター だからあのフォロワーがいっぱいいてですねそういうフォロワーの相手にいろいろ語っているうちに何か興奮してきちゃうって書いてるんでしょうけどねまさか私がこんなのをその記録してですねあの十数年も経ってからねちねち文句を言うとは当時の丸島氏は思わなかったでしょうがただですねあの私はですね あの掲示板この当時の掲示板本当に私と筆山丸さんの2人だけの対話のような状態になっていたので、えー、まあこういう見方があるんだなというふうなあ参考資料としてはですねちょっと役に立っていますよね。 ただこの研究者に接するときはその人がまだ書いていない構想を想像するということも一つ必要になるとかいうのはですね <laughs> あまりにちょっと滑稽ですよねまあこんなことがあってですね私自身は これもらってからですね自分の投稿全て読み直してみたんですがやっぱりちょっと丸島氏は私と筆が謝るさんをごっちゃにしているような感じがあってですねそこはやっぱり私にはあんまり愉快ではなかったですね。 筆荒、ま、山さんは、その古文書の文言や解釈等の実質的な部分に踏み込んで、えー、いわば料理の素材や調理方法について、十数年の修行を積んだ板前さんにも話しかけているような趣があって、まあ、気の短い職人さんだと、素人がうるせえんだよみたいな反応が出てくるのも、わからないわけではなかったんですね。しかし、私は全くそんな議論はせずに、えー 議論はせずっていうか私は戦国時代に対してはついては議論できないんですよね知らないんで端的にで唯一悲惨しいことを言っている国家論の理由付けについても理由の配列が変じゃないかくらいのことなんですよね結論を否定しているわけではなくむしろ現在では丸島氏の結論を肯定していますまあ料理自体ではなく盛り付け方に疑問を呈しているようなものですねと。 で外交という表現についてももともと私は戦国時代に特に興味がないので自主的な議論をする医師も,も能力もなく一般読者としてごく表面的な感想を述べただけのつもりだったのですがあかなり気に去ったみたいですね。ということでですね、えー 実は私、一回だけ丸島市の顔見たことがあるんですよね。駒沢大学近くの中華料理店で、えー、飲み会をしているときに丸島市に会って行ったんですけどね。それでですねえー、っと私は結局、そのアマゾンの方にですね。えー 書評を投稿ししてみましたこれは結構ね自分でも傑作だなと思ってるんですよね。<laughs> まず星5つですね最高評価です。<laughs>「戦国大名の外交」という不思議な署名に惹かれて本書を手に取ったのですが最初の方で主権概念に関する著者の考え方が理解できずつまずいてしまいました。 私は法学部出身なのですが憲法と国際法の世界では主権は国家の最高独立性を意味するのが通常ですそのため著者の「戦国大名一つの主権的な国家日本国に対する開国家として把握する」といった表現には抵抗を覚えましたまあ国家の最高独立性なわけですから開国家って何じゃとかいう話になるわけですよね 主権的な国家、実はこれ丸島氏の表現じゃなくてですね、えー、石茂田の表現を丸島氏は使ってただけなんですがそのことは私はこの時点では知りませんでしたまあそれをともかく続き読むと。 また、著者は戦国大名を国家と把握する理由を P3 以下で3つ挙げていますが第1の理由法律の制定権と第2の理由戦国大名が自分自身を国家を国と呼んでいたということ第3の理由ポルトガル宣教師の視点の相互関係が今一つ理解できませんでした。 そこで、えー、自分の掲示板に拙い感想を書いたところ、署名で検索されたらしい著者が訪問してくださり、私が抱いた疑問に対し、丁寧にご説明していただきました。まず、基本的な心構えとして、一般書に論文レベルの説明を要求する発想はいけないとのご指摘を受けました。いわゆる、意識高い系になってはいけないというご注意です。 次に私は一般向けに書かれた本から文章を引用し専門用語を理解しようとしているそして自分が知っている専門用語を使って議論を進めようとしているとのご指摘を受けましたすなわち、えー、すなわち言葉として専門用語を知っているだけであって理解はしておらずそのことを自覚できていないから話は延々と空転し続けるとの厳しいご指摘でした 丸島先生によれば、外して一般向けに書かれた本では、専門用の説明は写象されるか、極めて単純化されるそうです。他方、専門家というものは、自分のフィールドにおいて幅広い議論を有しており、丸島先生であれば、大名間、外交論、都立議論、国衆論,論、地域国家論、領域支配論など、広範な領域をカバーされており、 本書ではそのうち最初の2つに話を絞って他の者は簡易的な説明にとどめたそうですとまああの要はパロディーですからね丸 <laughs> 島氏の使った表現を使ってをちょっとだけですね、えー、ずらして、えー、いろいろ書いてあるわけですね。 まあ全部読むのもあれ趣味が悪いので、えー、もう少しだけにするとそして丸島先生が重要な教訓として強調されたのは研究者に接する時にはその人がまだ書いていない構想を想像するということも必要になるということでしたまあこれは無理ですよね <laughs> で。でかそのあとはもう単なる嫌味なんですけどもやっぱりですね、うん あの丸島社はすごいんですよ若い頃からですね膨大な論文を書かれているんですよね20もう大学院生の時に相当詳細なですねえー、論文をたくさん書かれているんですけれどもいやまあそういうふうに論文をたくさん書かないと就職できないわけですよね今の歴史研究者は。 ただそうするとですねなんていうかもう本当の専門馬鹿っぽくなっちゃって一般教養といったらちょっと嫌味な言い方になるかもしれませんが20代である程度幅広く読書をしてですねその上で30代ぐらいに論文を書くっていうのは本当は一番 望ましいような感じもするんですけど今の今のあのまあ学会ではですねそんな悠長なことはとても言ってられないともう若い頃から細かい論文を量産し,しなければですね就職はできないということですからまあ,あ丸島市のようなですね、えー、研究者が これからもおたくさん出てくるんだろうなとは思います。<laughs> えっとそれでちょっと長くなってしまったので、もう少しいい話そうかなと思ったのですが、あ次の機会にいい回したいと思います。今日は。あ ここまでとします。